店を出さないためにも俺が行く。インファンネル。とどめだ。しまった、もう死体が持たない。伝説を終わらせる。吉報を届けるために。まだ続けるつもりか。まだやれるなら、そこだ。ダメだ、こちらの動きが先読みされている。この動き、まさかアムロレイなのか。こいつはしびれるぞ。いい機体だ。俺の反応についてきてくれる。手段を間違えた人間が平和を語るな。格闘戦になるか。もらった。ガンダム、やはり強い。アクシズショックを起こしたガンダムか。パイロットには死んでもらう。遊んでいる余裕はない。これに奴を止められるのか。ワイヤーが絡んだ。
が最後だ。こんなやり方が世直しだと信じているなら、離脱される前に叩く。これだけの攻撃ならば。そこだ。直撃させる。撤退するしかない。他にいくらでもやり方はあるはずだ。やってみせるさ。機体を騙し騙しで戦うのも限界か。俺がガンダムの伝説を終わらせる。ワイヤーが絡んだ時が最後だ。遊んでいる余裕はない。その隙を逃がすものか。そこだ。機体が爆発する。状況が見えていないから過激な手段を使う。これ以上はやらせん。もらった。こいつ波じゃないぞ。見つけたぞ、ガンダムもどき。ワイヤーで絡め取る。私も見くびられたようだな。ザンスカールを放置することは危険だ。こんなに常時で好き勝手してくれる。まずはあの強さ、ニュータイプなのか。反撃開始だ。ワイヤーで絡め取る。こんなやり方が世直しだと信じているなら、
腕は鈍っていないな、アムロ。直撃させる。機体が爆発する。人たちが大きい顔をして、みんな離れてキャノンを使うから。勢いに乗られるのはまずいね。子供でもニュータイプかもしれないとなれば。タイヤはこうやって使うんだよ。やらなくちゃ。でなきゃシャクティに会えなくなる。状況が見えていないから過激な手段を使う。沈め。必死になっちゃって。まあ借りは返さなきゃね。タイヤはこうやって使うんだよ。私を狙っても無駄だということ。シャアにしてはらしくない。照準いける。恥をかかせて。余計な犠牲を出さないためにも俺が行く。インファンネル。